第三章、私が進めるがん食事療法第一節現代栄養学批判と私が進めるがん治療食の基本理念がんの治療において、食事は重要な要素となります。体を形作っているのは言うまでもなく食事です。食物は体の中に流れ込む大きな皮のようなものです。薬などは、 食物という川の流れの中の泡のごときものであっという間に流れに消え去ってしまい大した影響があるとは思えません東洋医学の移植増減という言葉は食物こそ最高の薬であり正しい食事なくしては病気の回復も健康の維持も無理であることを示しています現代社会の生活では便利さとは裏腹に食物は 大変危険な状態に陥っています。これががいをはじめとする生活習慣病の第一の原因であることは最近はだんだん認識されるようになりましたしかしながら私は現代の分析的すぎる科学的栄養学のおかげでまだまだ食物に対する人々の認識が甘いと思います以下に述べるがん治療食を実行不可能と思う方は 絶対に癌を治すことはできません癌は自分自身の傲慢な食生活が招いた疾患です。天の声が今までの食生活ではダメだと警告しているのです。あなた自身の努力である程度は我慢して食生活を改善するしか癌を治癒に導く方法はないのです。 こんな味気ない食事をするいなら死んだ方がマシだという人は論外にしてもまずいものを我慢して食べるとストレスになりかえってよくないというようなへくつを言う人がいますこれは誤った食生活で味覚が麻痺しているからです正しい食生活をしていると体が健康になると同時に 正しい味覚も復活して以前食べていたものがそれほどうまいものとは感じなくなるはずですがん治療食では可能な限り無農薬の自然農法で栽培された穀物や野菜また食品添加物の一切入っていない調味料などを使用することが望まれますこれらは一般の食料品店やスーパーでは入手困難ですが最近あちこちに 自然食品を専門に扱う店ができてそこへ行けば容易に手に入る状況になってきましたまたスーパーなどでも自然食品コーナーがある店もありますしかし今のところは無農薬の農作物はかなり価格が高くなりますまた厳密に無農薬の自然栽培作物というとかなり食物の選択範囲が狭くなってしまいます さらに酸性雨まで問題にすれば日本には安全な作物はなくなってしまいます無農薬の自然栽培作物が容易に手に入る人はいいのですが簡単に手に入らない人はある程度は通常の栽培の作物で代用しても良いと思いますがん治療食では肉や卵やお菓子などの一般に贅沢品と言われる食品は一切禁止となりますので 経費も安くて済みます。